よし、ここは意外…え、あれ本物の鳥？違いますよね。え、どれ？ちょっと…え、なんか飛んでんのよ。な、何かよけ、なん何かよけの、ね、バンカーの上びっくりしちゃった。飛んでる割にはなんか変な飛び方だろう。ちょっとアホな飛び方本物だとしたら、ね、ここはなんか左に引っ掛けないように。あー、左引っ掛けないようにったら右に行っちゃった。あー、出てきた、出てきたね、うん、ね。あ、もうちょっと待って、本当にひどい。まあ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 、まあ、でも本当にひどい、うんうんうん、入ったかなぐらい、うん、ちょっと入ったぐらい。うん、いいよね、今さ、うん、カットで打ったっしょ。全然見えないんだけど、はい、打ちましたね、今、うん、今すごい、はい、はい、質問、質問私ここすごいドローで嫌だったんだよ、ね、はいはいはい、あの左のバンカー気になるし、でもフェード打てないしどうしようと思って打ったんだけど、でも左は嫌だったから右パッカンしたんだけど、うんうんうん、フェード打ったよね。フェード打った、フェード、フェード、うん、フェードっぽいイメージで打った。やっぱ、うん、なんて言うんですか、こう変えていくの、やっぱりここは嫌だなって思う、うん、そう、なんかこう立って、確かになんかはるかさんのイメージの球が、うん、ね、はるかさんが打つ前から、いや私もあったの、そう、あった、あった、あった、このイメージすごいあった。心ちゃんが打つ前から、あの左のバンカーもすごい嫌で、うん、じゃどうしようかなと思って、ちょっとこうフェードっぽく打ったのは確か、うん、でもフェード過ぎちゃうと、あのやっぱパーンってなっちゃうから、なったね、なった。いや、こっちが嫌で、ね、パーンってなった。そう、その間をこう取った感じ。うん、なるほどね。え、打ち方のコツとかあるの、今のは。ま、気持ちよく打つんだったら、ちょっとこう右手をこう伸ばすようなイメージで打つんだけど、ちょっと今のはこう引くような感じ、フェードの打つような感じで打った、うんうん、うん、開きはしないんだけどっていう感じで打ちます。ちょっと難しいね、まあ、でもドローはこうだもんね、わかる、伸びる感覚がある。そうそうそう、伸びたよね、うん、うん、伸びた、うん、いや、すっごい思ったの、はるかちゃんわかると思ってでも私はでもわかるじゃん、ペッカーン、ペッカーン、わかる、すごいわかるうまく打ったわと思って、うん、そう、3人とも嫌なコールってことは分かってよかったドワドワする感じ ね、はい、セカンド地点いきますか、はい、はい、短く持って、とにかく距離で転がしたい。球を上げようとせず、お、球全然上がんなかったけど、止まっといて、うん、OK、はい、はい、短く持ち直したからナイスって思った、うん、今なんか潰れた時にガクってなって、当たったよね、あ、これ長いからだと思って、はい、え、今のってやっぱ7とかで打った方がいい、本当は今何4で打ったんだけど、4番ウッド、おー、4、ま、だから距離と思うけど的に転がしたいし、うん、手前何もなかったから距離を稼ぎたくて4で打ってみたんだけど、ライ次第だよね、ライ次第、うん、入るんであれば別に読んでも、うん、あ、はるかちゃんもいいとこに、そう、入ってなかった、あ、これフェアウェイウッド祭りかもしんない、祭りちょっと9番ウッドを若干短く持って打ちたいと思います。さすが、うん、きれいなかな、最高、ナイス、ナイス、ありがとうございます、飛びすぎたくらい、乗りました、ペコリやっぱりちょっと大きかったですね、さすがですね、ちょっとユーティリティと迷ったんですけど、やっぱり大きかった、当たりは良かったんですけどね、なんか風もどっちか分かんなかったし、雨降った後だからユーティリティじゃ行かないかなと思ったんですけど、やっぱりユーティリティの距離でした。
感じ。あー、愛さん、現役時代素晴らしい。ナイス、めっちゃ良かった今。ね、風に乗ってった。じゃあさっきはるかちゃんがセカンドショット9番ウッド打ってたと思うんですけど、結構私たちウッドたくさん入れてるじゃないですか、はい、でウッドでグリーンを狙うことたくさんあると思うんですよ。でそれって結構こうアマチュアゴルファーのね質問でもあるんですけど、結構難しいと。なんかウッドで狙うことが、うん、だからウッドをどういうふうに打ってるかみたいな、うん、コツみたいなのとか、自分はなんだろうな、まあ、自分のなんかあれば、うん、まあ、はるかちゃんさっき言ってもらったんで、うん、私はこうやってるよみたいなのがあれば、うん、なんかこうフェアウェイウッドってこのソールが面積が大きいから大きい滑ってくれる、うん、これメリット、うんうんうん、アイアンだと、まあ、確かにラフとか抜けやすいかもしれないけど、女性は力がないから、そのこう刺さっちゃった、万が一ラフに刺さっちゃった時に抜ける力がない、うん、だからうんってなっちゃう、刺さって終わっちゃ う, 終わっちゃう。それがこう、まあ、ライにも夜から一概には言えないけど、このソールがいっぱい滑ってくれる面積が広い分、うん、こう走ってくれる、うん、滑ってくれる、だからフェアウェイウッドは女性は特に味方につけた方がスコアアップにつながるのかなっていう、うん、で打つ時もやっぱりこのソール、さっきのアプローチもそうだけど、こう滑らせてあげる、滑らせてガツガツじゃなくてゾーンのゾーンゾーンですよ。だから若干こうなんだろう、ライが悪かったり今日みたいに下が濡れてたりとかしても刺さりにくいし、若干こうダフって入ったとしてもヘッドが走ってくれる、滑って抜けてくれるから、こう優しい、アイアンよりかは優しい、球は勝手に上がってくれるし、味方と思った方が女の人は特にいいかなと。うん、はるかちゃんちなみに9番ウッドの下にアイアンは6とか入れてる、6が入って、その間に、26度のユーティリティあ入る。だから結構その立ってる6番アイアン打つよりはこういう9番ウッドとかを活用する、うん、そう、して、まあ、短く持ってみたり、うんうん、ユーティリティでこうなんだろうな、コントロールショットしたりとか、まあ、ユーティリティも滑りますもんね、うんうん、なるべく私は、ユーティリティとかフェアウェイウッドを使った方がミスがやっぱり少ない、うんうん、いや私もなんかロフトがあるじゃないですか、うん、6番アイアンよりは9番ウッド7番ウッドの方がロフトがあるから、うん、なんか球が上がりやすい、うん、上げようって思わないから、うん、すごく打ちやすい、うん、そう、立ってるクラブは本当に苦手なんで、磯、うん、ちゃんも、もう全部言ってくれました本当に良かった、ソールがね、ソールがね助けてくれるから、助けてくれる、ね、滑ってくれるんで、うん、打ち方のイメージはアイアンとはやっぱり違うというか、あれなんです、そこには変えてないよね。そこ難しいですよね、うん、一緒なんだけど滑ってくれるって感じ。ボールの位置とかはどうですか、アイアンと比べて変わらないのか。あ、でもライによってじゃん、まあ、ライによっても違い、うん、でもアイアンもライによって変えるもんね、うん、どんどん一緒かな、どういう球を打ちたいかとか、打ちたいかにもよる、なんか強い球とか打ちたいとき、まあ、風が上げてたりとか、うんうん、あと本当に攻撃的に行きたいときは若干右目に置いて、うんうん、ちょっと潰すような感じですよね、うん、上からバーンって打つ、うん、ただこう風もそんなになくてふわーんってこう高い球を打ちたいときはもう所定の位置というか、うんうん、もうマニュアル通りの場所に置いたりとか、さすが、気持ちいいね、届くかな、いや完璧だよ、ちょっと短いか、ナイス、ありがとうございます、いやいや完璧、
ちなみに私は2ヶ月ぐらいです、まだ9番ウッド入れて9番ウッド歴あのすごくあのウッド使ってる人みたいに今喋ってましたけど9番ウッド歴2ヶ月ぐらいなんですすごくゴルフが楽になりました、うん、皆さんロフトのあるウッドを入れましょう。ね、今ね滑った、滑った。ちょっとね、髪気味に入ったけど、うん、はい、滑った。滑った。よくお分かりで。一瞬、一瞬がね、一瞬。完全には滑った。滑った。でもこれがアイアンだとペロンなんですよ。うん、そうね。ペロがナイスオンなんですよね。うん、これ6番アイアンだったら多分もう多分その辺にペラって言って終わってるんですけど、うん、今日9番ウッドという下から寝ても。滑ってくれる滑ってくれる免疫だね。リサちゃんは結構ウッド歴は9番は結構ウッド歴はもう40年、うん、結構じゃあプロテスト受けてる時から9番は入ってた、うん、もうずっと 入ってる。いいね。いいね。筋トレマジですごくない？なんか今日飛んでる飛んでるよね飛んでるね、うん、ね。私センターかな。私も真ん中ぐらいだったかな。私は真ん中よりちょっと左目です。ちょっと左目。やっぱウッドでこの位置も変わる？結構変わるね。9まあ、ボール1個とかまではいかないけ ど少し変わってくる、まあ、微妙な前後はあるかな、うん、9だと、はい、まあ、この辺の位置で構えますね、うん、はい、この辺ですね。でボール半個ぐらいはちょっと前後する感じかな。でその間に5番、あ、じゃあ5と7があるのね。ほんとちょっとずつ、まあでも7番ウッドとかだと9番ウッドと変わんないから変わんない。5番ウッドだとスプーン寄りの球位置になると思います。9番ウッドはこの辺、そうですね、なんだろうな、若干多分私の場合9番ウッドは少し立てて構えてるのかもしれないです。これがこのクラブの座りが一番いい場所だとしたら若干気持ち立ててるのかも。なんかその方が食いついてくれる感じ、あとスピンが効く感じがするので、これはもう完全に私のイメージですけど、ちょっとこう多分これが普通で若干こうかぶせて構えてるのかも。その分ちょっと中にある身に置いてる感じ、構えてるのかも、ね、ちょっとやっぱりリサちゃんに真ん中の方にある感じ。う、ね、うん、スプーンはもうそのまんま構えてるかな。あ、でもやっぱ9よりは全然左足側、うんうん、かな、うん、まあ本当ボール半個
くらいの話、うん、2個は変わらないね、うんうん、1番ウッドどうですか。でも割と真ん中寄りだねやっぱり、うん、やっぱ真ん中か。そうですね、うん、割と真ん中寄りでした。あでもやっぱりロフトがある分そうですねこっちになりますね。ちょっと左目に、うん、置きたがり置きたくなりますね、うんうん、やっぱこっちだと思う。そうね、こう刺さりそうですね、うん、ソールの意味がなくなりそう、うんうんうん、ソールどこへやらみたいな。アイアンになっちゃうなこれだと、うんうん、なんかいきなりここに当たって終わりそうだから、うん、やっぱり少し左に置きたくなるかな。あじゃあ今日のちょっと全然違う話なんですけど、はい、コーディネートポイントなんかちょっと話していきたいと思います。はい、はい、黄色で来た黄色。今日はもう私が出演する時点で雨っていうのを覚悟してたので上ぐらいはもうちょっとパキッといこうかなと思って、うん、そうもうね暗くなっちゃうから、うん、黒ばっかりなんだけどいつもちょっとウェアぐらいはね。今日は本当はタイツは履いてなかったんですよ、うんうん、でちょっとなんかベージュコーデみたいな感じにしたんですけど、うん、まさかの激雨で寒くてちょっとタイツ履いちゃいましたね、はい、うん、でもなんかいいよねこう大人な感じで、ね、うん、大人シックちょっとベージュな感じにします、うん、いつも黒が多いんだけど、うん、生足はそうそう、うん、なんかね黒が好きこれ本当はレインじゃなくて黒いパンツ履いてるんですけどちょっと激雨すぎて一番ホールだけ来てたんですけど、ちょっとイメージは大人でもピンクが似合うぞ。うん、はい、ブラックだもんね、ホンダパンツね。お母さんとかになるとさ、ピンクとか着たくなんない？あ、なるよ。可愛い色。なんかなんないって感じ。ねえ。じゃあ私も去年まで思わなかったの。だから来年来るから。そう。年的に。ピンク来る？あ、ごめん、ピンクは来ない。え？赤。赤？あ、赤とか。うん、原色とかの、あの明るい暖色系のね。そう、来年来るよ。来年来るの、うん、え、ピンクとかならない？全然なんない、ごめん。ピンクはなんないね。でも、なんかパキッとしたピンクは、うん、こんななんかボワン。これボワン？ボワン。ちょっとなんかディスってないだめ。あの、優しい。ボワンって。でもほら、なんか優しいピンクはあんままだこうグッときてないわ。へー。それもちょっと。パキッとしたピンクは割と。うん、まあでも私もともと着てたしね。まあね、でもカフェになってからじゃないけどねでも似合うんだよね。そう、なんか純ロベピンクなんで、よかったら皆さんもチェックしてください。似合えばね着たいけどね。でもこれなんかデザインがさ流行りの。そうなの、そうなの、そうなの、うん、でこれ見てここパフスリーブだ。確かに女子力、うんうん、ゆらゆら、うん、そうなんですよ。昔はこういうの気になってスイングできなかったけど余裕ができた。今余裕ができたちょっとなんかこう刈りたての芝だね。ちょっと引っかかりやすい。どうだろうか。おお、ナイス、ナイス、攻めたね。刈りたての芝って引っかかりやすくない？え、それない。そうね。割と主張が強いもんね、芝の根が強く分かる。そう、高校の先輩と後輩なの実は、ね、学校違うけど、ね、ここは違うけど、ジュニアの時に普通に先輩でいて、高校ぶりかも、ラウンドは。ラウンドはね、ラウンドしたことあったっけ。え、ありません？背高どっかでありません？あったみたいないかもしんないって言ってて本当？いや多分一回あります。あった、どこだかちょっと忘れちゃったですけど。これグリーン早いのかな。なんかね、10はないか。どうだろう。みんなスタートホールパターやってないもんねでもこれ傾斜強いから速そう、ね、割と食らってます、ね、うん、お、いいかも、いいかも、速い。お、止まって、っていうか早い早い、めちゃ早い。うまいか。あ、惜しい。おい、はい、おい、
はい、取り返せなかった。しっかり打ってる ね、 でも大事だよね。羨ましい。大事。いや今の下りとかもちょっと嫌だもん私。めちゃめちゃしっかり打ってる。だってもう真ん中行かないと。行っちゃうよね。スパーンって行ったね。行っちゃう。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画はこちらです。せーの、また見てねー。